ホルスト・ベッセル、ホルスト・ルート・ビヒ・ベッセル、ホースト・ルート・ビヒ・ベッセル、1907年10月9日から1930年2月23日は、ドイツの政党国家社会主義ドイツ労働者党の突撃隊員。階級は突撃隊将位、S.A. スターンフ・フワラー。ドイツ共産党の戦闘部隊、赤色戦線選手同盟の隊員に射殺されたため、 ナチ党の殉教者として英雄化された人物。彼がゲッペルスの新聞、デア・アングリフに投稿した詩は、後にナチスの党歌、旗を高く掲げようの歌詞に採用されたため、作詞者とされている。この歌は、ホルスト・ベッセル・リード、ホースト・エッセル・リード、ホルスト・ベッセルの歌の意図も知られている。1907年10月9日。 プロテスタントの牧師である博士とその妻の息子として、ベストファーレンのビーレフェルトに生まれた。1913年、牧師であった父が、ベルリン最古の教会である聖ニコライ教会に、赴任するに伴い、ベルリンへ移住。1923年に、保守政党ドイツ国家人民党の青年組織である、へ加入し、同年ヘルマンエアハルト指揮下の、にも加入するなど、保守系。 ウハ系の団体に関わった。1926年ベルリン大学法学部に入学し、同年12月17日には国家社会主義ドイツ労働者等及び突撃隊に加入した。1928年に大学を退学し、タクシー運転手などの仕事で生計を立て始めた。ベルリンの突撃隊第4連隊第1中隊に配属されると当格を、 表し、1929年には、同中隊の第54小隊長となった。また同年には、同小隊は第4連隊第5中隊に昇格し、本人も中隊長に昇進した。同中隊が管轄するフリードリヒスハインクは、ドイツ共産党の画帳でもあった。1930年1月14日にベッセルは、共産党の 準軍事組織赤色戦線選手同盟の隊員で、あるに銃で撃たれた。ベッセルは搬送先の病院で生死の境をさまよった後、2月23日に敗血症のため死亡した。22歳だった。この事件については、おおむね次のような経緯であったと言われる。ベッセルは、娼婦のエルナ・エニケ、アーナ・ジャニックと愛人関係になって、 フランクフルト街にあるザルムミボウジンの家に二人で、下宿て、同性生活を送っていた。ザルムミボウジンが、今は二人で生活してるのだからと二人分の家賃を要求したところ、ベッセルはそれを拒否した。亡き夫が、赤色戦線戦士同盟の隊員であったザル、ムミボウジンは、赤色戦線戦士同盟に顔が効いたので、赤色戦線戦士同盟隊員ヘイラーに、ベッセルに対する、 プロレタリア的建築を依頼した。しかし運動上、ベッセルと敵対関係にあったヘイラーは、家賃取り立てそっちの家で殺害することを決意し、エルウィン・リュッカートと共に、ベッセルの部屋に向かい、ドアをノックした。ベッセルがドアを開けたところをヘイラーが、ベッセルの頭めがけて銃を撃ち、その銃弾が口を貫通したという経緯である。ベッセルは、ナチ島ベルリンを砕く指導者。 ヨーゼフ・ゲッペルスが発行していた新聞、デアン・アングリフに政治誌を投稿していたため、この事件はゲッペルスの関心を引いた。ゲッペルスは直ちに、ベッセルを殉教者として徹底的に英雄化するキャンペーンを行い、ベッセルが書いた詩を歌詞として、旗を高く掲げよう作曲させた。そして、ベッセルが未だ生存している2月7日の段階で早くも、 スポーツ宮殿でのの、党集会にに、おいいて、てそれをを打たせる。る。この旗を高く掲げよは、後に10日となる一方共産党は、銃撃事件の翌日にも、事件は紐同士の揉め事でベッセルは紐だったと総括した。実際にはベッセルは売春婦と同棲していただけで、紐ではなかったが、なおヘイラーは本に紐だった。共産党としては事件に、 党の運動上の対立の面があることを隠蔽して、指摘対立ということにして片付けたい思惑があった。3月1日にはゲッペルスがベッセルの葬儀を行ったが、共産党員たちがひものベッセルに最後のハイルヒトラーと葬儀を馬鹿にした横断幕を掲げたり、墓地の外から投石するなどの妨害を行った。ゲッペルスはその時の情景をパセティックに次のように描いている。 彼の棺が冷たい土の中へ滑っていったとき、外の門の前では加藤人間が放落な叫び声で、かなり立てていた。我々と共にある死者はその弱々しい手を挙げてくれゆく、彼方を示した。墓を越えて進め、目指す先に、ドイツがある。ナチ党当首アドルフ・ヒトラーは、事件当時ベェッセルが、ナチ党の英雄になるなどとはろほども思っておらず、ゲッペルスが、いつも通り死んだ。 突撃隊員を手当たり次第に殉教化してるだけだろうと冷め目で見ていた。そのため、ベッセルの葬儀にも出席していない。ヒトラーはベッセルが英雄化された後になってようやく墓参りした。結局のところ、ベッセルの伝説は、ナチ党が意図して広めたというよりも、共産党が自党と無関係であることを強調するために、ベッセルは紐の大宣伝を行い、 それに反発したナチ党が一層、ベッセルの殉教者化を行い、その派手な宣伝戦の末に生まれた産物だったと言える。その意味において、ホルスト・ベッセル伝説は、ナチ党と共産党の合作物だった。ナチ党が政権を掌握した後、ベッセルが死亡した病院は、ホルスト・ベッセル病院と改名され、さらに、ベルリン・フリードリヒスハイン区には、ホルスト・ベッセル氏なる栄誉称号がつけれ、 また彼の名前にちなんだ地名変更も相次いだ。犯人のヘーラーは1933年9月にフランクフルト・アンデア・オーダーで逮捕、射殺されている。ベッセルと父の墓はベルリン・パン・コークのにあった。この墓石はドイツ再統一後、極右による巡礼、さらに極左による破壊行為の対象となり、2013年に撤去された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。